こんにちは。田辺聖子の「婚弱物語」から「護の女」の3回目最終回をお送りします。俺が男と女とはどっちが昭和るかというと「女」だというのはこの後の話だ。何でものりすけの妻は真男を持っていたという。 それとたばかって夫を殺すつもりだったらしいその男は従者に言い含めて矛でのりす介を殺させようとしたそこでその男も捕まりお裁きを受けたということだのりす介の妻がこの殺人未遂事件に関係なかったかもしれないというのは当たらない。 妻は長い矛を下手人にちゃんと渡している屋敷や矛を担いでのんでくるわけにはいかないじゃないか妻が凶器を準備していたんだ「ー、うんやっぱり女って感覚なんだね」と簡単に感心しちゃいけない悪いのはもっとあとのことなんだ の妻はまだ今もノリスケとつくらしているんだよ世間じゃどうもわからんと不思議がっているよっぽどノリスケがその妻に惚れてたとしても命まで狙われたんじゃ百年の恋も冷めるはずだがノリスケがその妻を放り出しもせず大喧嘩したという話も聞かない。 つまりだな妻はノリスケにこんなふうに言ったんだ「私に前からけそうしてうるさく言い寄っていたあの男がしまいにはとうとうお前に言うことを聞かせるため亭主を殺すと言い出したんですよどんなになだめても言うことを聞かないのそれで私決心したの」。 そうだ、あなたの命を救いあの男のよこしまな恋心をいさめるには私があなたの身代わりになって殺されたらいいんだってそしたらあの男も目が覚めるでしょうしあなたにも私の潔白を信じていただけるでしょうだから矛の先を私自分の胸に当てるつもりでいたの。 信じてくださるわね、あなた。妻はさめざめと泣き、のりすけは、そうか、そうだったのか、とうめくように言う。鉾が天井から降りてきたら、あたしはその切っ先を自分の心臓に当て、さあ、力いっぱいついて、という合図に、下から鉾を動かすつもりで、 でも、あなたのことを思うと死にきれない思いで涙に目もくれて、よかった、そこへあなたが帰ってきてくださって。私が愛しているのはあなただけなのよ。今度のことでよくわかったわ。そうか、しかしお前も、 「男に言い寄られるような隙を作るんじゃないぞ」だって「お前は男好きする女だから俺前から心配だったんだとんでもないことになるところだったこれからは気をつけるんだぞいいなええあなたそんなに私が心配ならもっとうちにいて」 「お仕事と私とどっちが大切?」「バーカ」「いや女っていうのは恐ろしい」ついこの間もノリスケとその妻は鴨の奥へ野遊びに行っていた「しゃに妻や女房たちを積んで男らは馬で」 うの花のさきだれるみ道をホトトギスの声をずねてここかしことのんびり遊んでいたよ。俺が眺めていると車のすだれのげからちょいっと渋川の向けたいい女が俺に流し目をくれるんだ。のりすけの妻だよ。俺はすぐ走り書きのぶみを書いて。 お月の少女に届けさせたら「たまげたねえ気を引くような返事がすぐ来た」。ほろほろと散る卯の花の枝に結びつけた色よい文句の文だったが「さて女は怖い」桑原「桑原桑原」末期のより。 これで、保護の女は終了です。ありがとうございました。